どうもともやんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、基本に変えるシリーズ第5弾ということでですね、今回何をやるかと言いますとですね、こちらこのモーターのね、先っちょについてるピニオンギアですね。こちらはですね、ノーマルモーターにノーマルのピニオンギアつけてます。紫色ですよね、このピニオンギアを、まあ今はね、現段階ではこれをつけてるんですけども、もう一つね、ピニオンギアって言ったらですね、強化カーボン強化ピニオンギアですかね、があるんですね。で、今回もまたまたですね、参考にするのはですね、超速ガイドですね。2018から2019です。で、ピニオンギアについてですね、ちょっとここに書いてあるんですけども、まあ、カーボン強化、8T かな、ピニオンギア。これがですね、別売りで売ってるんですね。で、カーボン、繊維を配合した強化樹脂製のピニオンギアになりますと。で、特徴としたら、モーターのパワーを確実に伝えるって書いてますね。まあ、確実にいうことですね。で、ピニオンギアの、交換時の注意点っていうのは、ピニオンギアとかは、かけたりね、摩耗とかが激しい場合は早めに交換した方がいいですよっていうことと、もう一つはですね、シャーシとのマッチングですね。これ、まあ、AR シャーシとか FMA とかでは、紫の標準ギアは使用できないとか、なんかいろいろ、公式大会ではできないような、使用できないようなギアの組み合わせがあるみたいなんですけども、MA シャーシでは関係ないと思いますね。で、それとね、もう一つちょっとね、気になってるのは、この真鍮のピニオンギアですよね。モーター製、高性能のモーターに適した真鍮製っていうことですね。だから、この、今回はですね、この真鍮製はね、ちょっと置いときまして、カーボン強化ですね。カーボン強化のピニオンギアとノーマルのですね、普通のピニオンギア、どこがどう違うのかっていうのをですね、今回ね、検証動画作ってみました。でですね、よいしょ、こちらですね、カーボンのピニオンギアって言ったら、6個入りでですね、まあ、200円程度で売ってるんですけども、こちらですね、まあ、大きさはまあ大体一緒なんですよね。大きさは一緒やと思います。この紫 のノーマルのピニオンギアと大体一緒なんですけど、若干、大きさで言うとですね、長さですね、長さがノーマルのピニオンギアの方が若干長い感じですね。で、形状がですね、ちょっと違いますね。ここ の根元の部分っていうんですか、根元の部分の形状がですね、この紫のノーマルのピニオンギアとですね、このカーボンのピニオンギア、若干形状が違ってきますね。この根元の部分ですけどね。まあ、こんな感じになってますね。まあまあ、これでですね、どこがどう違うのかっていうのがですね、一見走りを見ただけではわからないと思いますので、またいつものようにですね、オーバーレイ動画を使いましてですね、比較動画作ってみましたので、まずね、そちらをご覧ください。比較動画どうでしたか？やはりね、カーボン強化ピニオンギアの方が、やはり若干早かったですね。
超速ガジオにも載ってたように、モーターのパワーを確実に伝えるってね、まあ、確実に伝えてたんじゃないでしょうか。まあ、今回の検証結果だけでどうこうっていうわけではないんですけどもね。で、今回はですね、ボディを乗せずにですね、シャーシのみで、検証させてます。ね、まあ、特に意味はないんですけどもね。でですね、今回の検証結果を踏まえてですね、よいしょ、まあ、コンマ1秒をね、争うというね、ミニ四駆の世界でですね、やはり、このピニオンギアなんかもね、結構ポイントになるんじゃないでしょうかね。あとこのカウンターギアの組み合わせとかいろいろあると思うんですけどね、細かいところは。でやってて思ったんですけども、速度を上げたい時にこのピニオンギアを交換するのではなくてですね、速度をほんの少しだけ落としたい時とかね、そういう時に、カーボンのピニオンギアつけてるのをノーマルピニオンギアに戻してみるとかね、ほんのちょっとだけ速度落としたいとか、そういう時にそういうのを使ってみたらどうかなっていうのはね、今回ちょっと思いました。そんなにね、差はないと思うんですけども、だいたい15周ですね、先ほどの検証動画ではですね、ノーマルモーターで15周走らせたら、まあまあそこそこの差が出てたので、本当微妙なとこやと思うんですけども、微妙に速度を落としたいときはノーマルのね、こちらのですね、ノーマルのピニオンギア使ったらいいんじゃないでしょうかね。やっぱりね、早すぎてコースアウトするとかですね、やはりそういうことが多々ありますからね。でモーターでも落とされへんとか、ブレーキね、調整だとスピードが落ちすぎるとかね、そういう時はピニオンギアでちょっと調整してみるっていうのも一つの方法かなと思って、ちょっとね提案させてもらいます。はい、で今回はね、ちょっと短い動画になりましたけど、こんな感じで、よいしょ、第5回目のね、基本に変えるシリーズ第5回目の動画ね、今回これでおしまいになります。で次回もね、またちょっといろいろ考えながらですね、進めていきたいと思いますので、またね次回動画もお楽しみください。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。